how low can you go? I know you're gonna dig this. Taking hip hop back, shoot up your commercial block. Took me years to get success overnight. Respect no advice. I local radio, local radio, local music。はいですね、今回はアフタースクールの新しい企画としてですね、まあ、ちょっとね、いろんな方にインタビューを伺おうと思うんですけど、いやもう早速、ヒップホップ歩く辞書ことね、まあ、渡辺翔さんに、いらっしゃっていただきました。まあ、今回はね、ちょっと翔さんの、まあ、過去とか、今までの活動とか、もうヒップホップ性癖とかをね、ちょっとぜひ深掘らさせていただければと思います。いや、翔さんマジ、今回、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそ光栄でございます。ありがとうございます。お邪魔します。本当にこの YouTube 活動する前から、はい、いやもう本当に見させていただいて、ね、そのヒップホップ DA のインタビューとか、はい、あとそのうんちくんとか、あ、ありがとうございますブログをね、はい、もう土の中に埋めたいブログを、はい、そちらの方をちょっと後でね、はい、お伺いさせていただこうと思うんですけど、でまず、まあ、その塩さんをちょ気づいた過去というか、うん、まあ、どうして今の塩さんがあるのかっていうのをちょっとね、あのお伺いさせていただきたいと思うんですけど、うん、塩さんはその学生時代とかどういう感じだったんですか？ね、学生といっても、まあ、はい、小学校から大学まであるじゃないですか。あ、そうですね。で、私、最初にブラックミュージックって素敵ってちょっと思ったきっかけが、はい、もうすでに小2とか小3とか。早咲き。そう。早咲き。早熟系みたいな。で、何がきっかけだったかというと、すごい単純なんですけど、ディズニーアニメのアラジンがあって、はいはいはい、あ、ホールニューワールドっていうテーマソング、はい、でそれを歌ってるのがピーボブライソンとレジーナベルっていう、はい、まあ、すごい当時超人気だった、ソウルミュージックのシンガーだったんだけど、はい、まあ、子供の頃アラジン、まあ、好きだから何回も見るわけ、はい、VHS で、はい、でそんで最後まで見てると、あの特典映像みたいな感じで、はい、いわゆるミュージックビデオみたいな映像が最後に入ってる、はいはい、レジーナさんたちの、そうそう、レジーナさんたち、はい、で明らかにアニメの本編で流れてるアホールニューワールドと響きが違う。超エロいですもんね。なんかアラジンとジャスミンこんな声だっけ、でも私こっちの方がなんか好きだわみたいなのが、それが多分小学校2年生ぐらいで、多分その時が初めてその自分とは肌の色も違う、はい、容姿も異なる人たちが歌を歌っているっていうのを多分初めて見たタイミングなんですよ。でそれと同じぐらいの時期に、あの天使にラブソングを2っていうのが公開されて、でまだちっちゃかったからそれを映画館に見に行ったわけではないんだけど、結構そのテレビの CM で流れてたりとか、はい、その前端の1の方がこうテレビで映画を放映されたりとかしてて、それも多分同じぐらいの時期にめっちゃ衝撃だった、はい、あ、そうだったですね。え、天使にラブソングだったんですね、うん、え、自分もそうなんですよ。マジ？世代で。それこそその、はい、まあ、お母さんがまあゴスペルの方とか結構好きで、うん、はい、テレビで流れてたのかわかんないですけど、うん、まあ、なんかの表紙で、はい、自分は多分小5、6ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、見て若きローリンヒルの、うん、ね、2の方はね、あの歌い上げやばいじゃんみたいなのとか、はい、あとその教会での歌い上げなり、うんうんうん、その声が出てない、はい、あ、男の子だっけな、声が出てないけど、あ、そうね、ケみたいな、そう、すごく声の細い子が、あ、そうそうそう、はい、本気出したらブーンみたいな、うん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 、出てえぐみたいな、はい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 、トータルでやばみたいな。でも一番ローリンヒルと、あとそのダンス の、うん、あの兼ね合いというか、はい、でだったんですけど、いや、それこそ自分最初留学行ったのがネバダ州のリノっていう、その、はい、まさにその天使ラブソングを収録された舞台カジノの方とかも行って、うんうんうん、いや、やばみたいな。そうだったんだ。いや、そうなんですよ。だから天使で、だからニューヨーク行った時にちょっとブロードウェイでお母さんと一緒にシスターアクト見てみたいな、うんうん、ね、やってますよね。そうですね、うん、そうそう、嬉しいです。いや、でも私の世代とか結構それが最初のブラックミュージックとの出会いっていう方は多分結構いらっしゃるんじゃないかなって、天使ラブソングの功績えぐいですね。えぐいと思う。多分ミーシャさんとかも当時、デビュー当時やっぱ天使ラブソングがきっかけでゴスペル始めましたとか、そうおっしゃってたし、多分すごいあの影響力絶大な、日本でもそんな作品だったと思うのと、あと同じく小3ぐらいの時にポンキッキーズって毎朝やってて、はい、でそれが私が見てた当時はあのスタドラパーの坊主さん、はい、あとピエール滝さん、安室奈美恵さん、鈴木ランランさんとかが出てる、はい、めちゃくちゃ超黄金期だったの、はい、で毎朝坊主さんのラップで始まるんだ、オープニングチューンが、パーパラッパッパッパラって、はい、おはようさん、皆さん準備はいいですか、はい、はーいみたいな感じで始まるの、はいはい、であのみんな手拍子で言葉遊びみたいな歌だなと思って、はいはいはい、でそれをすごいなんかかっこよく聞こえるみたいな、手拍子で言葉遊びしてるの超かっこいいみたいな。でもそれがまだラップとかヒップホップとか全然わかんないから、なんとなく、あ、これいいなみたいな、刻み方ちょっといけてねこれみたいな、そうそうそうへーみたいな、マジで。でそれ毎朝見てたからもう本当大好きで、はい、でしかも
8時8分になると時計のなんかデジタル時計の表示が出てきて8時8分ですよっていうのをお知らせしてくれるんだ。それもそう、多分そうで、当時は意味が分かんなかったけど、あ、8時8分って特別な時間なんだみたいな、808って特別なんだみたいな、そういうのが刷り込まれてて、で小学校5年生の時に当時おじさんがデトロイト住んでて、で、あ、しおさんのおじさんが、そう、私のおじが、で私がなんとなくそのアメリカの黒人の人が歌っている音楽が好きっぽいっていうのをおじさんに伝えてたの。したらおじさんがこう帰国した時にジャネット・ジャクソンのジャネットってアルバムと、はい、ボーイズ・ジャメのトゥーっていうアルバムを、これ今アメリカで一番流行ってる、はい、お前が言ってたその黒人の人のアルバムだから、どうぞモータウンからお届けみたいな、そうそうそうデトロイト直送みたいな、すごいですね。そうでもらって、あみたいな、はい、確かに好きだわこれみたいな、この線だみたいな、そうこれだみたいな。でだからそれが本当に一番のなんかベースっていうか、そうなんですね、そう、小学校の 2,3,4,5 年ぐらいの経験が本当に本当に最初の私の土台になってて、でそこから本当に何だろう、とりあえず安室奈美恵さんとかも当時めちゃくちゃ R&B のサウンドでやってたから、はい、なんかそういうところから入ったり、あと、まあ、CD 何枚も買うお金もないし、ましてやサブスクのサービスとかもないから、はい、お父さんとかお母さんにもうブックオフめっちゃ連れてってもらって、でジャンルも分かんないからさ、はい、とりあえずさジャケットこう引っこ抜いてアフリカアメリカの人たちが写ってて、かつなんかグループが好きだったの、はい、当時なんかその複数人が写ってる CD とかを買い集めるようになってって感じで、だからもう中学校1年生の時にはもうはっきりと私はそのブラックミュージックとか R&B とかでラップが好きだっていうのが分かって、すごい早咲きって言ったらどうなのか分かるんですけど、いやでも今の時代の子の方がめっちゃ早咲きだと思う、当時にしてみれば早咲きな方だったと思うし、 あとお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいるわけじゃなかったから、もうなんか自力でなんとなくこう、はい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 、なんていうの、語り夢中というか、う、ね、なんとなくのインフォメーションを当時90年代後半ですけど、はい、集めるみたいな、そうなんですね、そう、このままちょっと自分語りを続けると、はい、私が中学生ぐらいの時にあのドラゴンアッシュとジブラさんがコラボして、はいはい、本当にもう俺は東京まで人育ちみたいな、はいはいはい、でそのちょっと後にリトルマイクロフォンアンダーグラウンドがデビューしてとか、はい、結構それのインパクトもあって周りにラップとか聴き始める子が増えたっていうのと、同い年の男の子同級生とかでも、はい、俺ラッパーになりたいとか言って、でみんなで一緒にカラオケ行くこととかで、あとは東京からライブに来たライムスターとか、はい、あのツイギーとかをこう見に行ってっていうのがもう高校生の時にはこう始まってたので、その時は、はい、岡山でしたっけ、広島です、広島県広島市、あ、はいはい、なのでもう全然今と変わらないような生活をしてました、はいはいはい、広島でもそのヒップホップの波がバッて来たような時があったわけです、うん、そうだから多分結構ラッキーな世代だと思います、その時、はい、結構お茶の間系だとあのキック・ザ・カンクルーさんとか、はいはいはい、リップスライムさんがドカーンとこう、はいはい、あの爆発した時期だったし、はいはい、普通に暮らしててもちょっとずつこう、はい、ヒップホップが聞こえ始めたっていう、そうなんかいろいろインタビューとか見させていただいたり、はい、今の記事とか読ませさせていただくと、うんうん、やっぱ志保さんその、まあ、USA の知識ももうどえらいじゃないですか、だから、まあ、自分はその結構そのヒップホップに思いっきり使ったっていう自覚があるのが、はい、まあ、US からなんで、うん、まあ、結構その US の情報をメインにその志保さんから多分取り入れたっていう部分はあると思うんですけど、ちょっと横に目線をそらしてみたら、はい、日本語ラップもめちゃめちゃ詳しいっていうことになって、まあ、だからそこ気になってたんですよね、その入りというか、なんでどっちもいけてるんだろうみたいな感じで言うと、いやでも全然どっちもじゃないよ、私はどちらかというと US の方に比重を置いてた人間だから、良、はい、くも悪くもその次に日本語ラップ聞くって感じだったし、あ、はいはいはい、であとましてや広島だから、はい、そんな来日アーティストがライブするとかないじゃないですか、なんかそのヒップホップのライブを味わいたいってなるともう必然的に国内のアーティストの方がいらっしゃるライブに足を運ぶ、はいはいはい、で私もそのヒップホップも好きだし、そういうクラブの雰囲気とかも大好きだったの、ちょっとそのわい雑とまではいかないけどギラギラみたいな、はい、でそういうところにも憧れてたから、そういう意味ではもう全然スッと入り込めたし、はい、って感じかな、でもまあ当時からサウンドのね移り変わりとかはやっぱ US のラップの方が早かったし、はい、でなんといっても私が当時めっちゃびっくりしたのが、2パックとビギーが亡くなったっていうニュースを、はい、それこそテレビのニュースでしたの、深夜のもう BS の、あ、もう日本のニュースで出てたってことですか、そう深夜の、やばい時代ですね、そうでもあの超真面目なニュース番組じゃなくて、はい、NHK の BS でやってた深夜の結構サブカル番組、あ、ありますね、 BS 結構やばいとこついてくるようなカルチャー番組ってありますもんね、昔 VMA とかも MTV の、はい、あの BS やってたんですけど、はい、まあそういう時代で、そんなラッパーがさお互い撃たれて
亡くなる、はい、で、かつ犯人捕まってませんとか信じられないじゃないですか、はい、だからそういうなんかドラマティックな部分にもめっちゃ惹かれて、はい、うん、US の方を先に聞いてた。え、その時はその塩さん、その2パックとビギーっていう存在はちょっとちゃんと確立した存在として知ってたんですか？いや、知らない知らない。亡くなった、それで知ったからね。亡くなってから知ったから、ね、私よりちょい上の先輩たちが多分最後にもう生きてる時からビギーとトゥーパックを聞いてたっていう世代なんじゃないかな。そうなんですね、うん、でその時はまだその R&B と、うん、あと日本語ラップをちょっと模索しつつハマっていく段階みたいな感じだったと思うんです。そうだね。で中、我が家に渡辺家にインターネットが来たのが私が多分中1とかそんぐらいだった気がするんだ、はいはい、で輸入版のさ CD ってもう若い皆さんは買ったことないかもしれないけど、はい、あの日本のさ J-POP とかだと当たり前に歌詞が書いてあるけど、はい、輸入版の CD ってないんだよね、大体歌詞が。で私クレジットをずっと歌詞だと思ってずっと見てたの。同じことが書いてある俺はみたいな。で歌詞、でも歌詞知りたかったから、はい、もうそれでインターネットが渡辺家に来た瞬間からもうリリック調べて、でプリントアウトして、ね、アルバムごとにホッチキスで止めて、やば、なんかよし、なんかマーカーで線引くみたいな。エグオタクじゃないですか。そうそうなあと、もうやることないから他に、中で。っていうのを、そうやってたから、そうそう、なんかそうしながら、英語の勉強も楽しみつつ、ね、アメリカの英語のラップに親しみつつみたいな。そういう意味では、そのある程度ちょっとネットがちょっと遅めに来たって言ったら分かるんですけど、うんうんうん、ある程度ちょっと閉鎖された期間というか空間があって、はい、そこでリリックに打ち込めたから今みたいな感じでちょっと追求する種が出来上がったみたいな感じなんですかね、うん、そうかも。でも多分もう根っからのオタク気質なんだと思う、はい、っていうのはうちの父親、これもなんかポッドキャストとかでも言ってるんですけど、はいはい、自分の父親があのずっと新聞社で、あの、はい、記者、運動、あの、新聞記者だったんですよ、でしかも父親はずっとスポーツをメインにしてて、はい、で自分は全然もうあのバスケも野球も何もしないの、父親はね、はい、でもそれについて書くことが好きで、でオリンピックに取材行ったり箱根駅伝取材に行ったりとかして、はい、であのもうあらゆるデータが、はい、父ちゃんの頭の中に蓄積されてて、はい、でテレビでさ駅伝の中継とか一緒に見てるの、はい、したらその中継車に乗ってる人から電話かかってきて、はい、まあ、今だとすぐネットで調べられるけど、当時はそれで渡辺さん 何年のなんとか大会のなんとか選手の記録分かりますかみたいな、あ、何分何秒なんとかですよみたいなっていうのを父ちゃんが答えてるっていう、もう結構だからそれをすごい色濃く。あ、そうなんですね。じゃあ、翔さんはもう歩く辞書2世っていうことなんですね。うん、まあ、すごいおこがましいけれども、もうそういう、なんかこう、私も、自分はだから、ラップとかしないし、はい、あの、アーティストとして表現する側ではないけど、それをひたすらこう、ちまちま調べて書くっていうのが好きだったから、そうなんですね。それ間違いなく親父の影響だと思う。すごい。親父はでも、その、さっき、その、デトロイトにいる おじさんは、その、いろいろ音楽について教えてくれたけど、はい、お父さんは別に音楽とかではなかった。あ、でもね、父ちゃんも、あの、モーターサウンドが好きで、そうですね。そう、だから私が高校生ぐらいになって、そういうソウルとかもディグるようになったら、あの、ジャクソン5とか、まあ、ベタだけど、シュクリームとか、はい、そう、あとなんか、フルートやってたらしい。よく知らないけど、そう。シオンさんはなんか楽器とかやられてたんですか？私は子供の頃に3歳からピアノを習ってたんだけど、はい、でも全然好きになれず、はい、え、みたいな、10年間習っててこんだけみたいな、はい、だからこれまだ終わってないのみたいな、そういう感じだった。もう全然、あ、才能ないなみたいな。ピアノ101で10年間住んでないみたいな。あ、もう全然、101も全然クリアできないみたいな。あ、そうなんですね。やっぱ私はちょっと書くとか、その俯瞰してまとめ上げる方がいいかなみたいな。そうかもね。それはどの段階で、その結局今はライターなり、はい、パーソナリティたくさん活動されてるわけじゃないですか。はい、それ目指そうってなったのはどこからなんですか？うん、高校生ぐらいの時、そうだから私84年生まれなんですけど、2002年とか2003年ぐらいには、はい、結構それは思ってて、で、まあ、あとライターにもなりたく、それは本当父ちゃん見て、あ、好きなことについて書けばいいんだ、値もみたいな。で、かついろんな専門雑誌が当時はたくさん BMR とかブラストとか、はい、ルイール、ウーフィンとかたくさんあったから、あとまあ CD のライナーノーツとか、はい、大役 の見て、あ、こういうことを仕事にしてらっしゃる方たちがいるんだ、はい、みたいな、はい、やばいじゃん、これなら私もできるかもじゃんで、あとまあ英語だけは好きだったから、はい、学校の授業で、はい、でなんとなくその英語と音楽業界に関わる仕事がしたいなっていうのはまああって、はい、でかつまあ自分が好きなヒップホップのフィールドで、はい、でまあ書くことだったらできるなっていうのは高校生の時にはもう思って、すごいですね。じゃあその就職というか、はい、まあ、そういう発想までは至って
じゃなくてもう普通にライターとして私やっていくぞっていう。いやでも高校生だしさ、今みたいにさ SNS とかもないしさ、ね、じゃあそうするには一体みたいな、はてみたいな感じだったからとりあえず広島にいたらあの全然ね、はい、活動できるフィールドがないから、はい、でかつその時から繰り返しますけどクラブ遊び大好きだったから、はい、これはマジで渋谷、はい、渋谷に行くしかないみたいな、ね、はい、広島でそれこそ熱いクラブって何だ。ね、当時は今もあるけどチャイナタウンっていうクラブがあって、あと私がちょこちょこ行ってたのはカフェジャマイカっていうクラブがあったんですよ、はい、で広島って隣にあの山口県岩国市があって、でそこには米軍基地があるんですよね、はいはい、だからちょいちょい米軍のお兄さんが遊びに来てたの広島のこう繁華街に。あ、じゃあ結構流れてる曲も結構アップトゥーデートな感じだったのかな。当時は本当によくとりあえずね MOP とビートナッツがめっちゃ流れてたのなんか覚えてんだけど、でだから結構その高校時代からクラブ行って実際にそのねアメリカの黒人のお兄さんたちと会話をしたりとか、はい、一緒に音楽聴いたりっていうことはまああったっていうのと、あとは広島って結構車文化すごい、まさにモータウン。そうでも結構そっちの車はこうローライダー的な、西海岸寄りのカーショーとかもすごいたくさんあって、そうなんです、ね、そうでお世話になってた先輩ももうバキバキ改造してもうウーファーこんなに積んでみたいな、で、そうそうなんでそういう、そうなんですね、うん、そういうところにはいたんだけど、でもかといってこれを仕事にするってみたいな感じだからひとまず東京の大学を目指して、はい、上京しました。その東京の大学ではもうちゃんとその、うん、まあ、クラブをもう本当に真摯に向き合って遊ぶぞじゃないけど、はい、そういうモチベーションが結構強く上京してきたっていう感じ。もう週5渋谷で泥酔してるみたいな感じだったし、であとでも大学も立教大学の今は多分ちょっと学科名違うんだけど、はい、英米文学科っていうところ、はい、で。あの米文学がしたかったのよ。とにかくアメリカの歴史とかカルチャーについて知りたかったから、はい、あのもうゼミもハーレムルネサンスのゼミとか、はい、アメリカ南部の文学のゼミとかもうそう、もうまっしぐらみたいな。あ、そういうのあるんです。それめちゃめちゃ楽しそうですね。そうだから本当に未だにやっぱ私もこうやって偉そうにイケシャーシャーと喋ってますけど、培ったものは結構もう大学時代にあのもう学んだものっていうのが多分にあります。日本大学で結構そのそのいかに楽に終わらすかみたいなところもある程度あると思うんですけど、まあ うん、まあ、それで言ったらマジで存分に吸収して今活かしてるっていう。でも全然真面目に学校行ってなくて、4年の時にめっちゃ必死こいて、はい、ヒーヒー言いながら急いで単位取って、はい、なんとかギリギリ卒業っていう感じだったんですけど、そうね、もう4月、まあ、3月末に上京して、はい、4月からもヤッホーみたいな。でも目的は明確だから、はい、とりあえず渋谷行くぜみたいな。で、すごい現地でこ東京にあんま知り合いもさ、はい、いないからもうすぐに大学のサークル入って、はい、先輩にいろんな人紹介してもらったりとか、はい、でもどういうサークルだ。もうベタですけどダンスサークルと DJ サークルが立教にあって、 でも未だにあのそこのサークルで知り合った同期の子とか先輩の方とか今も同じような業界にいらっしゃる方がいて、はい、ずっとつながってて本当に出会いに感謝って感じなんですけど、そうで上京して2ヶ月後ぐらいにはもうハーレムのダンスイベントのスタッフみたいなのやらせてもらって、なんかフライヤーとかったりとか、そう、ハーレムでバイト期があったわけです。そう、まあ、イベントのお手伝いなんで、はい、がっつりハーレムで働いたわけじゃないんですけど、はいはい、でそこでめっちゃお世話になった先輩にいろいろこうクラブのイロハじゃないけど、はい、ルールっていうか、うん、教えてもらってました。あ、そうなんですね。じゃあ今つながりとして仕事でやってる人たちはもう結構もう学生からの中で、うん、そうそうそう、もうとにかく東京でヒップホップ人脈作るっていうのが目的で半ば上京してたから、はい、うん、そうですね。あ、そうなんですね、はい、でそれでまあ大学卒業されて、はい、でその時からもうライターとかやられてたんですか。そう、あのね、ありがたいことに大学4年時かな、先輩があのヒップホップ系のニュースサイトを当時運営してらっしゃって、はい、もう20年ぐらい前なんですけど、でそこでちょっと、まあ、試しに書いてみないかって提案いただいて、はい、あ、ぜひぜひっていう感じでまず本当に見習いみたいな、はい、でプラスあの普通に就職したんですよ、新卒採用で。そう、大学4年の時に就活して、はい、普通に就職してって感じだった、うん、でもただ本当にやりたいことはあるから、就職して普通にこう通勤している傍ら、そのさっきおっしゃってたヒポプンチ君っていうブログを開設したんですよ、はい、でそれも
その BMR の編集長に届けとか、はい、アメブレイク、当時ブラストもなかったから、ブラストの編集長がアメブレイクの編集長やってらっしゃったから、はい、アメブレイクの編集長に届けとか、もう怨念を込めて、はい、1日 3,4 記事とかアップして、あ、マジですか、そう、すごい、がむしゃらに、はい、更新してた。それはそのうんちくんきはどのくらい続くんですか？2007年に就職して8年ぐらいにはもう解説してたから、うんちくん結構でもやってた気がするな。で、それが徐々に内輪で広まるというか、はい、クラブ遊び行くと、あ、ブログ見てるよみたいな、うんちくんのしほさんですよねみたいな感じ、うん、っていうよりはなんかもう一緒に遊んでた仲間とかが、はい、広めて、そういえばブログ発見したんだけどみたいな感じで、で当時結構さ、まだ私もさ、コンプラ意識とかなかったからさ、クラブで撮った写真とかバンバン上げてたの。あ、はい、ベーナス遊び来ましたイエーイみたいな感じで、はい、バンバン上げてたから、はい、そう、ブログにね、で見たよみたいな。でそれがだん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 こう、なんかアーティストの方とかも見てくれるようになって、DJ の方とか、あ、そうなんですね。そう、なんかもう気づき上げ方としては、なんかエサプヤムズと同じなんじゃない？ヤムズ、いやいや、そう、ヤムズさんの方が本当素晴らしいし、私はそんなクルーはいない。でもそのゲトーレポを書き上げてみたいな。いやいやいや、まあそうですね。それに近いあれはありますよね。うん、まあなんでそういうとこから地道にっていうか。それで言ったら、その最初その、はい、まあライター、そのうんちくんも更新しつつ、うんうんうん、アンブレーキに届けっていうあれで書きつつ、はいはい、で一回就職されたみたいな。うん、そうそうそう。それはどういったあれだったんですか？会社というか、職種というか。会社はね、もう今言っていいと思いますけど、そのつながりででもバージェルアブロを通じて仕事をちょこっとさせてもらったりとか、社員としての雇用の形態をちょっと契約社員に変えて、で DNA にでをやり始めてから、そのライターの中身を抜いて、そこにこうちょっと詰め物をして、注目の若手とかっていらっしゃったりします？あと年に1回しか更新されないんだけど、